はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずトルネコがいるこの不思議のダンジョンですね。ここに、まあ入っていくと地下1階、これなんだ、どういうマップだ。とりあえずスライムナイフの串刺し3人組が出てきたな。ここは倒せない。回復されてんな。硬い。めっちゃ回復されてる。恋に39、40近く回復するか。ここからラッシュ。おお、クリティカル。クリフトのなナイフはやっぱり若干弱いな。ミニもちょっとファイヤーの性能が落ちてきたからな。これはどういうマップ構造になってんだ。超めんどくさそう。宝箱がとりあえずある。キメラの翼消えた。宝箱がこれも取ってくと。鉄の爪、まあ、これは売る感じかな。こういうシステムか。魔法剣、こいつ何に弱いんだっけ。雷鳴剣だっけ。 OK。 ちょっと祈るか。届かなかった。まあ、ホイミは無駄なことだな。サンダーで、一食いされる。よーし。祈る。さっき祈るの発動率がやっぱり悪いな。ここボスいんのかな、不思議のダンジョン。1個ずつちょっとマップを埋めていくか。そうすると右から攻めていく感じで。祈ると。おいおいおい、間違えた。戻らない。こうだ。おーっと、そうこうしてる間にクリフトがやばいぞ。そう、自力で回復させるか。ホイミで45か。やっぱりもう時代はベホイミか。うお、クリティカル、クリティカルじゃねえ、クリフトがなぜ狙われる、こんなにも。毒消し層、とりあえず毒消し層はこれでなんとかなるからな。薬草でケチろ。で左に行くか。で上と。これを地下何階までやっていくの。スライムナイトだし。スライムナイト強いんだよね。回復されてる。ファイヤー、これで倒せれば問題はない。よし、 OK。 追加攻撃が出るとレムタン強えな、やっぱり。こいつはファイヤーと。よーし。お、階段あった。もういいや、もうそのまま降りていきましょう。階段があったらもうどんどん降りていく。こっちには何もない。今回左から攻めていくか。なんかウーマロみたいなのが出てきたな。おいおいおい、どんだけミスってんだよ。ファイヤー、ファイヤーを使うんじゃなくて杖使えばよかった。いや、厄介だな。で魔法剣で終わった。主人公ちょっと魔法剣使うようになったから、あんまりホイミを使う機会が。お、ファイラーラリフォーマー、一気に2つ覚えた。やった。完全にクリフトに任せるか。回復はこれでいくつ16使ったかな。
左から確認していきましょう。これなんか全体マップ的なのがないから、結構複雑になってきたな。自分がどこにいるのか分かんなくなる。祈るはもうつかなくていいから、やたらこういうの使ってくるな。おお、ここでクリティカルが出てしまったか。もったいない。このファイヤーと普通のファイヤーってやっぱり違うかな、威力。よし、レベル13。一つ飛び出てんな、やっぱり。キメラからキメラの翼を剥ぎ取った。キメラってルーダー使えんの？行き止まりだったし。だいぶ戻されたな。で、右に行く感じか。宝箱。雷鳴剣。クリフトはちょっと祈るか。オーケー。で、黒魔法。ファイラー覚えた。6かー。どうだろう。おー、全体に30だな。これは結構でかいな。あと多分一撃ずつで倒せるようになってるはずだ。ちょっとクリフトだと怪しいけどな。おー、倒せる。マジックパワーがある限り、歌詞の杖いらない。これはランダムダンジョンって書いてあったからな。おお、あった。どんどん下っていきましょう。3回。おお、いけるいける。もう4回行こう。で、地下5階に何かあるって、今盗賊みたいなやつが言ってたよな。また馬とか。あ、そっか、縁切りじゃなくて、もうフレームタンだから、いいんだよな。ちょっともったいないことしたな。で、こいつもファイヤーを使って、50。うん。おお、倒せない。マジか。フレームタンの威力、88。いいね。早々に階段を見つけたいけどな。宝箱。鎮静剤。鎮静剤って初めてじゃないか。宝箱か。また聖水。なんかすげえってもう入ってないの。おお、ドラゴンだ。こいつは炎が効かないからマキャドギリ行くしかない。おお、追加攻撃が出た。祈る。ファイラ。一応まあドラゴンは効かないとしても後ろのラミアが当たるからな。やばい、ビビが狙われてる。祈るを使っとくか。このファイヤー倒せるかな。倒せる。ブーメラン使いやっぱ一人欲しいな。なんかちょっとどんくらい役立つのか。お、結構すんなり来たな。地下5階何かがある。一応記録してこう。テントどうしようかな。なんかボスがいるのかいないのかだな。いいや、テント使おう。3個あるし、200円だし。何がいるかわからないかな。なんかいるんだけど。キキ、しつこいやつだ。いい加減観念しやがれ。おお、どなたか知らないがちょうど良いところへ来てくれました。ご覧の通り魔物に追いかけ回されて困っています。どうか助けてください。嫌だね。そう言われても私ももう限界です。どうか助けてください。しょうがないな。お前このまま走ってれば、痩せられたんじゃないか？俺の食事を邪魔するとはけしからん。お前から食ってやる。うわ、なんだこいつ。強そう。マジかよ。デビルチョコボ。チョコボなのこいつ。ちょっとライブラかけよう。弱点はなし。じゃあそのままファイロで攻めていくか。73、2A、引き出す、アシュラ。
ちょーらい。果たしてこれが強いのかどうなのかわからん。戦うと、いいね。じゃあちょっとルカニも使ってこう。ミス、ダメか。秘伝ってなんだっけ。あ、そうか、こいつはね、マッチパワーがね、いかんせん少ないんで、アーロンは。パワーです、やばいやばいやばい、大丈夫か。うお、寝るのか。リフト、お前の祈るが。よしよしよし。うわ、ビビがやばい。てか早いこいつ。主人公次回復に回さないとまずいな。ホイミをかけよう。で祈る。よし、これで耐性は眠りにらみー。睡眠、まあファイラーがあればね、ビビ強えな。引き出すアシュラ、はい、吸血。おお、マジか、いくつ吸われる。45、攻撃回復に吸われてんな。ファイラと、引き出すと。もうこのパターンだ。クリフト、いつ目覚めんだお前は。お前がいないとちょっと回復が大丈夫か。ビビまだ黒魔法 OK。まあそんなにって感じだったな。しかもデビルチョコボかよ。やっぱり経験値持ってないなボス。いや本当に助かりました。私はトルネコ武器商人をやっております。クリスタルを求めてどうにかこうにかこの不思議のダンジョンの5階までたどり着いたのは良かったのですが、どうやらクリスタルは魔物が旅人をおびき寄せるためにこしらえた偽物だったようです。おや、あなたたちもクリスタルを探してここまで来たのですか。それは残念でしたね。さて、とんだ無駄足を踏んでしまいましたな。ひとまず外に出ることにしましょう。そっちの旅の扉がきっと外に通じているはずです。これは勝手に戻るのか。偽のクリスタル、まあ戻るか。なぜかトルネコがついてきてるけど。お、なんか旅の扉ができてる。私はこれからこいつを連れて砂漠を越え旅を続けるつもりです。あなたたちは、ミカミックスたちは、旅の目的をトルネコに話した。なんとクリスタルを探す旅を。いいですな、私も本物のクリスタルのようなすごい宝を目にしてみたいものです。そうだ、私も仲間にしてください。世界中を回ろうじゃありませんか。まあいいだろう。まあ用があるのはそのチョコボの馬車みたいなやつだけどな。そうそう、こいつの紹介をすっかり忘れていました。このチョコボの名前はプーレと言います。見かけは可愛いらしいのですが、力は大したものですよ。こいつと一緒なら砂漠を越えることだって不可能じゃありませんな。おお、馬車馬車でいいのかこれ。馬車があるときは仲間を8人まで連れていくことができます。おお、移動中の入れ替えはシフトキーで使用してくださいと。戦闘中も入れ替えコマンドで仲間を交代させることができます。いいね。どうすんだこれ、パーティー編成でいいのかな。とりあえず先発メンバーこれと、あとアリーナ、間違えた、主人公外せるし普通に。ここか、アリーナと、どうしようかな。ユーナ入れよう。ユーナと、あと誰にしようかな。ちょっとジダン入れるか。まあサブだからな、所詮は。あと、そうだな、トルネコレベル高えな。ライアンもちょっとパワーキャラとして入れとくか。OK。じゃあちょっとこれで、編成終わると。こいつなんか喋ってくかな。なんと不思議のダンジョン5階まで行ったんですか。しかし聞くところによると、このダンジョンはまだまだ奥が深いそうですよ。この際もっと奥の階まで挑戦してみませんか。そのためにはまずうちの商品を。特にいらないな。テントを買っていってやるか。さてさて、おお、馬車がいる。そして音楽が変わったっぽいな。こいつはマヒャドギリと。何対して聞かなかった。祈りは手に届かないし、踏んだり蹴ったりだ。黒魔法、フリーザードと。
で、あとはアーロンが攻撃をしてクライムナイトをぶっ倒していく。もうガンガン行こう。どうせ街に帰ったら寝るんだし。おー、レベル13。シェル、いいね。鋼鉄の剣、まあ所詮は売るけど。主人公がまだちょっと濃い道しか覚えてないっていうところかな。これ右なんかあんのか。お、小屋がある。船で見た小屋か、あれ。おーっと、硬いなやっぱり。魔法剣マヒャド斬り食らえ。22、ブリザードで確実に刺していくか。60、下のやつ攻撃した方が良かったかな。お、クリティカルだ、やった。おっと、ビビが狙われ始めてる。もうファイラーを使っていこう。この魔法そのものには多分ためがないな。それは助かる。亀の甲羅、亀の甲羅なんだ亀の甲羅って。こんにちは。とりあえず樽を漁らせていただきますと。なんと井戸の中から井戸招きが現れた。マジかよこんな時に限って。強いかどうか分からんけど、とりあえずルカニをかけてった。守備マイナス、 OK。 もうファイラも使っていこう。70。うわ、殺された、マジかよクリスルって回復するか。結構ボス並みに強いぞ。フェニックスのあとなんか2個しかない。これで主人公で回復させないと食らったら死ぬからな。石粒、おい、ちょっとたたたたたた、うわ、すげえ、やばい。井戸招き、殺される可能性が出てきた。祈る、クリフト祈れ。よしよしよし。ファイダーだな。これで決まらないとやばい、かなり。おー、危ねえ。100の250、かなり金持ちだ。これもう一回調べて出てくるとかないよね。おー、危ねえ。井戸招きに殺されるとこだった。何にもなさそう。レミラーマみたいなのはないのかな。ジタンとか盗賊だし、レミラーマ覚えないのかな。まあいいや、ちょっと一歩一歩調べてる。時間もないので。ガボがいるな。これはドラクエ7のガボっすね。ワン、にゃー、ガウー、腹減った。え、なんだ、何かあげないといけないのか、飯を。ここには誰がいんの。おお、あんたよくこんなところに来たな。ゆっくりしていきなおお、小さなメダル。ゆっくりするだけの価値はあるのか、ここに。にゃおーん。この下には何がある。おお、宝がある。素早さの種、薬草。さあ、宝を開けるぞ。グリーンベレー、なんだグリーンベレーって。忍者系が装備する系だな。主人公装備できるのかな。装備できそう。素早さが上がる、守備力も上がる、いいね。てか、かなり貧弱だな。なんかちょっと余計なものが。道具。こんなもんか。おー、フィールドの音楽変わってんな。一応8人分は装備揃えた方がいいのかな。そうすると馬車の連中合わせて。クリフトなんかすげえ速くなってんだけど先手を取れる。マシャの斬り、マシャの斬りが微妙だ。あ、やべ、ウィーとかすげえヒットポイント減ってる。ブリザードでとりあえずこいつを倒して、クリフトは祈る、ひたすら祈る。今回から恋にで、もうファイラー使ってこう。 OK。 お、アリーナ上がった。やっぱ馬車にいるやつはレベル上がるな。おー、ジタも上がった。こいつレベル低いかな。石つぶてって、さっき井戸招きが使ってきたやつじゃん。全体攻撃があるな。ちょっとジタン入れようかな。そうするとどうしよう、誰を外そう。ちょっと一旦ピーピーは外そう。これどうすればいいんだ。ここじゃ変えられないの。
記録とか。いや、これ普通に記録だよな。あ、シフトキーだっけ。並び替えじゃなくて入れ替えか。地図を見ると地図持ってんだ初めて知った。上の方にいるな。じゃあちょっと入れ替えで、こいつ、あ、入れ替えるやつらをやるので、ちょっとビビをジタンにしよう。ほい、で、オッケー。これでビビも上げつつ、ジタンあれかな、ブーメラン装備できねえかな。ちょっと武器屋に寄りたいな。ここの武器屋どこだっけ。武器屋、武器屋あったあったあった、これだ、注射針の武器屋。あったブーメラン1200円、高えな。でも敵全体攻撃できるっていう、かなり魅力的な。聖なるナイフから、しかも攻撃力もめっちゃ上がるしな。旅人の服とかちょっと弱すぎだろこいつライアンとか入れてるけど使ってねえかんな。じゃあちょっと一回宿屋に寝て戦闘をしてみるか。ここ広いな、迷う。まあいいか、ちょっと戦闘してからにしよう。ブーメランの威力を確かめたい。砂漠を越えるのにブーメランの力が必要だ。おお、いいね。くーらい。どうなんだどうなんだこれは。まあでもレベルが上がって、うわ超減るやばいやばいやばい、強いスライムナイト。石つぶては記事、石つぶてゼロでいけるし、くらいくらい。弱い、ブーメランの方が強いか。これだったらな、ビビの方がいいな、魔法使ってた方が。しかも一人になるともう弱いし。そうだな、微妙だったな。もう少しレベルが上がってきたら、だって7だもんな、まだ。レベルが上がってきたらちょっと、編成を考えるか。なんで、とりあえずじゃあ今回またビビにお前スタメンから外れ変えて、で宿屋に泊まって、次は、砂漠越えをしますか。戦闘の音楽も変えようかな。そうするとあれ、宿屋はあるけどセーブポイントがない。これ宿屋じゃねえし、どこだ？え、宿屋って書いてあるよね。2階か。2階に、ああ、あるな、あるな。まずは宿屋に泊まって、25円。そして、セーブしてと。はい、というところで、トルネコを仲間にして、まあ、馬車が手に入りましたね。チョコボですけど。じゃあ次回これで多分砂漠のところに行けると思いますので、そちらの方からやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。